皆さんこんにちは、D-WAYSの牧口です。本日はですね、世界不動産バブルはいつ崩壊するのかというテーマでですね、お話しさせていただきたいと思います。雑誌だとかメディアとかを見るとですね、もう日本の不動産バブルやばいみたいな話、言ってるわけですけども、実はやばいのは世界でですね、日本の不動産バブルは実はそんなに大したことがないというお話が本日の結論なんですが、そこら辺をですね、順を追って説明していきたいなというふうに思っております。今年の初頭ですね、ニューヨークで1戸の住宅としてはアメリカ史上最高のですね、1戸に260億円での売買が成立したということでですね、関係者を驚かせたわけですけれども、非常に高額で取引されるような環境になってきているっていうところですね。不動産バブル指数っていうのもあるんですけれども、 UBS が発表しているやつなんですが、主要20都市のグローバル不動産バブル指数っていうのがあってですね、今高いのはやっぱり香港ですね。であとはミュンヘン、トロント、バンクーバー、アムステルダム、ロンドンみたいな形ですね。で、東京のマーケットどれくらいかっていうとですね、14番目ぐらいということでですね、バブル指数としては割高水準だけれども、バブルとは言えないという評価の状況になってます。で、なんでこういうことになってるかっていう話なんですけども、今、ご存知の方も多いと思いますけど、世界中が不動産バブルなんですね。世界で最も高い、不動産の国は、どこかっていうと、トルコですねっていう話でですね、不動産投資利回りでいうと 1.93% ということでですね、非常に割高水準です。2年ぐらい前まではですね、やっぱり台湾の台北が一番不動産高かったんですけども、だいぶちょっと沈静化、政府が主導でですねやってきたんで値段が落ちたんですが、それでも3位ぐらいだという話ですね。トルコですね。で、なんで高いのかっていう話なんですけど、トルコのあたり、イスタンブールのあたりがですね、ラグジュアリー物件がすごい多いんですよね。かなり他の地域に比べても割高っていう話ですね。これドル建てで換算して、非常に割安っていう評価されている結果、外資のお金がですね、非常に不動産市場に流れてるっていうのが、一つ大きな理由ですよね。で、2番目に高い、ところはオーストリアで、ここはヨーロッパの人が昔から大好きな投資先ですね。で、台湾はさっき言った通りですね、これ台湾確かですね、2000年ぐらいにですね、2002年だったかな、中国人の投資家に台湾の不動産投資解禁したんですよね。その結果チャイナマネーが大量に流入したっていうのが、このバブルの一つのきっかけになりました。で、中国とか香港とかシンガポールとかっていうのは、これ中国の実験市場なんで、チャイナマネーストレートに影響を受けてますし、例えばイギリスだとかフランスだとか、こういった、あとはカナダとかですね、オーストラリアっていうのは、基本的にこれもチャイナマネーですよね。非常に不動産の価格高騰しやすい状況にあるということですね。で、多くの方があんまり知らない事実としてはですね、リーマンショックの後にですね、日本の不動産価格が暴落したんで、世界でも同じことが起こったって勘違いしている人が非常に多いんですけど、現実はもうちょっと、状況違っていてですね、こちらがですね、世界の不動産の価格の推移のグラフなんですが、確かにリーマンショック終わってからですね、一時的にガーンと下がったんですけども、その後はですね、顕著に不動産の価格っていうのは上昇し続けてですね、リーマンショックの後から不動産の価格が非常に高騰してるっていう状況が世界各国で見られている現象ですよ。で、いずれもですね、バブルっぽい感じがあって、それが沈静化したっていうのが一つ、傾向として見て取れるんですけれども、もともとバブルですね、フィンランドバブルだとか香港バブルだとか、当然日本のバブルもあって、アメリカのバブルだとかアイルランドバブルみたいなものがあったんですね。基本的になんでこういうバブルが起こるかっていうと、過剰な資金の流入ですね、それによって行われた、それが崩壊したっていうことですね。例えばフィンランドですね、もともと農業国で1950年ぐらいまで農業しかやってなかったんですけど、貿易の制限を緩めるだとか、ヨーロッパ共同体と自由貿易協定締結するだとかですね、経済の発展を、やってですね、教育にも力をだいぶ入れたと、企業と国がですね、共同で留学費用助成とかをやってですね、教育水準も上がったっていう話ですね。で、非常に輸出が伸びてですね、1990年まではすごい景気が良かったということで、このお金がやっぱり不動産に流れたですね。で、1991年ですね、フィンランド経済が景気後退ということで、これ日本の不動産バブルの崩壊とほぼタイミングを一緒にして、結果的に何が起こったかというと、株式市場と住宅市場 50% 下落しちゃったみたいな、そういう状況だったわけですよね。で、その後日本の不動産バブルがありますと。で、香港の不動産バブルなんで起こったかというと、これもはですね、どっちかというと、日本のせいじゃないかなって言われてますけれども、別の動画でも話させていただきましたが、1985年のプラザ合意きっかけにですね、日本の製造拠点が全部東南アジアに移って、で、東南アジアの貯蓄率が高まっちゃって、それを運用しなきゃいけない金融機関が香港に全部お金を投下したんで、香港不動産バブルになったって話ですね。これも資金流入ですよね。アイルランドですね。アイルランドは90年から、2007年までケルトの虎って言われるですね、奇跡的な、急速の経済成長を遂げたわけですね。2000年までの、経済成長率の平均 10% っていうですね、すごい伸び率だったわけですね。
で90年の後半、IT バブルの崩壊後もですね、住宅建設、まあ、やっぱりこれも不動産ですね、で内需が盛り返したっていう話ですね。2007年の1人当たりの GDP は世界4位まで上り詰めたということで、非常にまあ盛り上がりを見せたわけです。中東ですね、あとは欧米から大量の労働者がアイランドに流入したっていうのも、まあ、住宅の需要を煽ったっていうふうにも言われています。で、まあ、その結果ですね、不動産の価格上昇したっていう話なんですけど、まあその後ですね、住宅価格落ち込んでですね、まあ、リーマンショックの影響もあったんですけど、住宅価格がまあ3年間で 30% 以上落ち込んだということで、不良債権化が発生した銀行が身動き取れなくなっちゃって、政府が救済措置に移ってみたいな、アングルアイリッシュ銀行国有化みたいな話になったわけですよね。まあ、バブルは弾けますという話なんですが、ただ弾けてる国が非常に少ないっていう状況ですよね。まあその後、まあ、弾けた国もですね、顕著に不動産の価格また上昇し始めてるわけですよ。で日本だけが取り残されたようにですね、全然上がらなかったっていう状況が長らく続きましたってことですね。なのでこういったグラフ見るとですね、日本の不動産バブルだって実は大したことないんじゃないのっていうふうに思ったりするわけですね。でなんで、不動産にお金が流れるかっていう一つにですね、ビックス指数の存在があります。これ恐怖指数とも言われますけども、景気の先行きが不透明になった時に世界の投資マネーっていうのはですね、リアルアセットの方にシフトするという傾向があります。なのでビックス指数が25ぐらい超えてくるとですね、例えばチャイナショックありましただとか、ギリシャ金融危機ありましただとかですね、当然リーマンショックありましたとか、トランプさん政権取りましたみたいな話があるとですね、世界中の投資マネーは証券とかからですね、リアルアセットの方にシフトしがちだっていう話ですね。それは他の論文とかでも明らかになってます。こちらですね、リーマンショックの後にですね、世界中の投資マネーがどう動いたかっていう話なんですけど、リスク調整後のリターン見てみるとですね、プロパティプラスって書いてあります。これは不動産にお金を投下したっていう話ですよね。でリーマンショック、サプライ問題とリーマンショック2007年2008年にあったわけですけども、その前後でですね、世界中の投資家が不動産にですね、投資マネーをシフトしたっていう傾向が確認できます。でまあ、世界中高いっていうのはそういった、先行き見通しだとか経済的に不安定になった時にですね、まあ、ヘッジファンドとかのお金だとか機関投資家のお金がですね、不動産にシフトするっていう状況だからですね、その後は景気回復させるためにですね、金融緩和とかするんで、そのお金がジャブジャブ不動産に流れ込んでいくってことで、資産インフレが始まってるっていうのが世界で今起こっていることですね。まあ、その中で、まあ、メインプレイヤーはやっぱり中国ですね。チャイナマネーっていうのが世界各国にお金を投下していると。でなんで中国は世界各国の不動産に投資するかっていう話なんですけど、まあ、これ三国志時代の話になりますけど、魏と呉と蜀にですね分かれて、諸葛一家がですね、それぞれ兄弟が分散してたっていう話覚えておられるかもしれませんけど、まあ、蜀はその利を得たってことで諸葛亮孔明を得て、呉はその虎を得たってことで諸葛金で、魏はその犬を得たってことで諸葛丹っていう話でですね、一族それぞれ3つの国に分かれてたわけですよね。でなんで分かれたかっていう話なんですけど、基本的には立身出世のためではあるんですが、一つの国が滅びたとしても、まあ、残り2つで生き残れば諸葛一族としてはいいよねっていう話ですね。なので、まあ基本的には中国の方々の投資のマインドってのは根底にこういうことがあると思います。なので、自分たちの、政府が信用できないし、まあ、土地がそもそも所有権ないので、まあ、だったら自分たちの資産を守るために世界各国の不動産に投資した方がいいっていう発想に、まあ、勢いになるっていうことですよね。だから自分の子供が留学してる先の不動産を、まあ、中国の方々が買い漁るみたいな話ってのはよく聞く話ですね。ロンドンに留学したからロンドンの不動産買いますとかですね、フランスのパリに留学したからパリの不動産買いますみたいな話ですね。まあ、それヨーロッパ中に広がりましたね。ギリシャだとかスペインだとかって、まあ経済的にすごいやばいんですけど、不動産の価格すごい高いんですね。これはギリシャとかスペインとかで不動産買うとゴールデンビザ、ヨーロッパに5年間行き放題ですみたいなビザがもらえるっていうところが一つの大きな要因ですね。あと特徴的なので言うとですね、アンドラ、19ぐらいのアンドラなんですけど、まあ、これも高いと。アンドラって知らないかもしれないですけど、スペインとフランスの間にあるちっちゃな国ですよね。面積で言うとですね、石川県の金沢市ぐらいの面積しかないわけですよ。なんでそんな国の不動産高いかというと、ここリタイアメントビザがもらえるんですよね。老後ここで暮らせますみたいなビザですよね。だからチャイナマネーがどっと押し寄せたと。まあ、世界中の投資マネーが、その中でも特に中国のチャイナマネーがですね、不動産に流れ込んでるっていう現状がこのグラフの説明なんですけども、日本の不動産もですね、ラージ物件とか新築物件すごい高いですね。先月の日経新聞で渋谷のワンルームマンションが26平米で6200万って書いてあったのを見てですね、いよいよ来るとこまで来たかと思ったんですけど、ただスモール物件、ワンルームマンションだとかアパートの水準っていうと、まあ、そんなに高くなくて、世界88カ国中56位ぐらいですよね。まだ下があるかなと思われるかもしれませんけど、日本より安い国って、まあ、ケニアとかペルーとかコンゴとか出てくるんで、まあ、そもそも不動産のマーケットないんじゃないかみたいなところしかないですね。
ちなみに私、高校の先輩がケニアで、国連関係のプロジェクトでケニアにいたんですけど、なんでケニアの不動産高くなったかって話聞いたら、ソマリアの海賊ですね。ソマリアの海賊が、自分たちが奪ったお金を不動産に変えてマネーロンダリングしてるって話聞きましたね。さて、世界中の、不動産市場に投資をしてきた中国ですけども、中国のマーケットがいよいよやばいみたいな話ってのは、ずっとここ十数年言われ続けてきましたね。2004年ぐらいから2008年ぐらいまでの間、北京オリンピックまでの間に、中国不動産バブル本当にやばい、すぐ崩壊するとか言ってたんですよ。でその後何が起こったかというと、リーマンショックで世界中の投資マネーが不動産に流れ込んで、結果北京とか上海の不動産に流れ込んだ結果、その後もずっと上がり続けちゃって、北京周辺の不動産って過去10年で10倍の価格になっちゃったんですね。上海もすごい勢いで上がってるということで、バブルやばいバブルやばいって言ってるんですけど、いつまで経っても、バブル崩壊が訪れないと。ただ中国ですね、今5000戸が空室空き家っていう状況でですね、日本の全世帯が収容できるじゃんみたいな話になってるわけですね。で、沿岸部が高すぎるようになったんで、内陸の方にその投資マネーがシフトしてってですね、重慶だとか成都だとかそこら辺の不動産もすごい上がってきてるっていう状況ですね。チャイナマネーは海外からも締め出しを食らい始めてきてますということで、チャイナマネーのおかげで不動産の価格が上がってるんで、現地の住民とかがですね、反対のデモだとかですね、例えばシドニーのあたりだとですね、ホームレスがテントで中央銀行の前にですね、列をなしてですね、これ以上、不動産バブルを保持するなみたいな話になってですね、しょうがないから不動産所得に関する外国人に対する税率の引き上げみたいな話につながるわけですね。なので世界中の投資マネーはですね、不動産に流れ込んだ時に、不動産の価格が上昇して、それを税制だとか上値制限だとかでですね、なんとか引き止めようとしているのが、世界各国が今やってることですよね。じゃあこの後どうなってしまうのかって話で、日本のマーケットもその影響どれだけ受けるかって話でですね、じゃあ日本の不動産のマーケットどうかっていうとですね、バブルじゃないですねっていうのがですね、このグラフでわかるんですけど、このグラフはですね、日本における株式だとか債券だとか土地の総残高が GDP に占める割合ですね。だ見ていただいて分かる通り、不動産バブルの絶頂期の1990年とかはですね、土地が一番その占有率高かったんですけど、今は全然低くてですね、債券、国債のとかの方にお金が流れてますっていう話ですね。むしろ国債バブルだっていう話になっているということですね。金融緩和によってですね、価格高騰した債券がどんどん高くなってるんで、そこにバブルっぽい感じでお金が投下され続けてるっていう状況ですね。なので、バブルが弾けるっていう状況は、お金が流れ続ける限りにおいてはないので、今世界ではですね、どっちかというと金融緩和の動きになってきてるんで、むしろ不動産市場にお金が流れ込むんじゃないかっていう話ですね。そんな中でですね、日本の不動産っていうのは国際的に見たら相対的に安いので、外資のファンドとかが積極的に買ってるみたいな話でですね、2017年2018年はですね、年間平均2兆円ぐらいですか、外資のファンドが日本の不動産買い漁ったみたいな話で、その投資力はあんまり減衰してませんということですね。さて、まとめますと、不動産のバブルっていうのはですね、金融緩和だったり資金の流入によって起こされると。でそれがですね、為替だとかと相まってですね、国際的なクロスボーダーの取引によってですね、マーケット形成されている中、世界中がバブルの中で日本の不動産っていうのはまだちょっと割安水準になってきていると。ただ本当にラグジュアリー物件だとか、大型 S 級の大型ビルだとか、そういったものの取得っていうのは鈍ってきてますねって話で、ちょっと勢いが沈静化してきたかなっていうのが今の現状ですね。この後オリンピックの問題だとか生産緑地の問題だとか、いろいろメディアとかで騒いでるんですけども、それはちょっとまた別の要因の話になってくるので、別の動画でご説明させていただきたいと思います。なので不動産バブルの崩壊っていうほどの状況では今ないなと。世界各国ですね、そういった状況の沈静化っていうのは少しずつ手を打っていって、ソフトランディングを狙ってるっていうのが状況ですね。本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。よろしければですね、チャンネル登録の方お願いいたします。